将軍塚は、京都府京都市東山区の東山の両線上、課長山の山頂にある直径、約20メートル、高さ約2メートルの塚、四条通りの延長線上、八坂神社の真東に位置する。国家に大ごとある時には必ず明道したとの、将軍塚明道の伝説がある。現在、この場所は、天台州将連院門関将軍塚清流伝の境内にあり、 東郷平八郎元帥や黒木ため元大将、大隈重の武将がこの地を訪れた時に残した手植えの松や石柱などがある。山和本気を引用する山城名称氏によると、延暦13年2月に平安戦との折、桓武天皇は松台まで王城を守護せよとの祈りを込めて東山の頂に八尺の土偶を作り埋め立つかであり、 将軍塚と名付けられてお上に返事があれば、動揺すると将軍塚名道の伝説が述べれている。公認2年5月23日、平安時代の聖衣対将軍としても巧妙な大納言の坂の上の田村麻呂が皇居した。軍書類従所集、田村麻呂電記によると5月27日に葬儀が営まれ、佐賀天皇の直によって同日中に、山城国宇治軍、クリス村に、 甲冑、表情、剣、矛、急戦、欲しい、潮を身にした姿で、平安京の東に向かって、お立つように埋葬されたとある。また、田村マロ電記には次のように記されている。その後、もし国家に、非常のことあるべくむ場、すなわち九段の塚場川あても鼓を打つがごとく、あるいは、来年のごとし。次来。 将軍の号をこうむりて京都に向こう時はまずこの墓に、猛で近い祈る、田村マロ電気国家に非常時があれば塚場川あたかも、鈴見を打ち、あるいは来電が鳴るとの田村マロの墓にまつわる、伝説と将軍塚明堂の伝説には、共通する点があることから、平安末期以降に、今度や、同一視されることになったが、本来は、別なものである。現在では、 西の山古母が田村丸の母書と推定されている。鎌倉時代に成立したとされる、軍記物語の平家物語には次のように記されている。それ以来、代々の帝が様々な地に多く、と移されたが、これほど適した地はないと、官武天皇は特に就寝され、大臣、苦行、書道の優れた者たちに命じ、とが、長久に続くようにと、 土にて発射の人形を作り鉄の鎧甲を着せ、同じう鉄の弓矢を持たせて、松台というともこの刑を他国へ移すことあらば、守護神とならんと誓いつつ、東山の峰に西向きに立て鉄を生まれてる。されば天下にこといでくんとてはこの塚必ず名道す。将軍塚とて今にあり、平家物語巻、第五、宮古戦、平家物語では、 将軍塚に埋められた八尺の土偶について、鉄の鎧兜を着て、鉄の弓矢を持たせ、西向きに立って埋められていると、ここでは、田村マロ元記に記載された、田村マロの埋葬方法から引用された文言を追加することで将軍塚名堂を一つの物語へと改変している。平家物語の遺本の一つ、原平清水記、戦土将軍塚波、四天台語とは、平家物語、 宮古仙と同様の記述がなされている。一方では、将軍塚明道寺には次のように記されている。七月七日猿国に、灰に若に吹きて、壁天骨に曇り、道を行者夜フに似たりければ、瞳なやみをなすところに、進む軍塚明道すること一時か、うちに三度なり、五気七道ことごと肝をつ伏し、耳を驚きす、後に聞こえけるわ。 初度の名道は、落中九万余り家に皆聞け。第二度の名道は、山と、山城、大海、丹波、泉、川内、摂津、南馬浦まで聞こえけり。第三度の名道は、六十六カ国に盛ることなく聞こえけり。昔より、たびたび名道ありしかとも、一時に三度そは始めなりける。東は、欧州の末。 西は9カ国の果てまでも聞こえけるこそ不思議なれ。源平清水期末期一将軍塚明道寺、自称3年7月7日、猿の時に将軍塚が3度明道したとある。この翌年に、源頼朝が挙兵して、自称、樹栄の乱が始まった。室町時代に成立した、軍記物語の太平記には次のように記されている。上は5年正月の日より、 反省客制無暇厳じければ作りその心不敬。大井の憂殿下の変、平乱液霊ありべしと、恩明良品に密相す。ゼオこそどうと驚きどころに、道二2月26日や半元に将軍塚を帯正しく、明導して、虚空に、平和の派生すぎる、おと時許しければ、胸中の奇戦不思議の死をなし、何事のアランズランと魂を冷やすところに、明る27日後国に、 清水坂より、にわかに出火できて、清水寺の本堂、阿弥陀堂、老門、舞台、珍珠まで、一羽も不在園滅ぼす。火災は尋常のことなれとも、風吹吹き台なる炎を遥かに引き寄って、厳重のご祈祷所一時に消失することひじかじ。盆殿下の大変ある時は、霊仏霊者の回録定まれる、兵語となり。太平末巻、第二十七 天下妖怪ことつけ清水寺炎上寺、浄和5年正月頃から反省客制が次々に現れて、音名料は、返事、平乱、薬病の予兆であると、占い密かに創上した。浄和5年2月26日の夜半に将軍塚が激しく明動して、空に、平和のかける音が1時間ほど続いたため系の、人々は皆恐れをののいた。ありがとうございます。